こんにちは、みのり薬店の大島です。今日は2017年の2月16日です。はい、玄米とか冷やす食べ物とか温める食べ物的なちょっとお話をしてみたいと思います。玄米お好きですか？皆さんどうですか？ダイエット食ではね、やはりなんかこうメインというかよく聞きます。はい、ダイエットから考えると、低インシュリンダイエットでご存知ですか？食べるものをちょっと選びましょうってことですけども、人間ものを食べますと、それを吸収しようとして、まあインシュリンっていうのが出て溜め込もうとするんですけども、それをよーけ溜め込むのを高 GI 値食品、高いGI 値食品で、あんま溜め込まないのを低 GI 値食品と言います。はい、どちらかといえばその低 GI 値食品が太りにくいとされるんですけども、まあネットなんかでも調べてもらったら出ると思いますが、ざっくり言うとですよ、太りやすいというかね、高 GI 値、数字の多い GI 値の方はよく太りやすいと言われるんですけども、白くて柔らかいもんに多いようです。逆に低 GI 値、まあ太りにくいというかね、血糖値が上がりにくいというか、そういったものって黒くて硬いものが多いようです。例えば、おすすめの方ね、低 GI 値の方はうどんに対してそばであるとかね、白ご飯に対して玄米であるね、黒くて硬いもんですよね、玄米であったりそばであったりね。まあそういうふうな選び方もあると思います。はい、ダイエットはいろいろいいとこ取りされたらいいと思いますね。はい、やっぱし自分が嫌やなと思ってるものって続けにくいですし、好きなもん食べてもいいと思いますよ。ただやはりね、毎日体重を測って痩せていけばそれで OK です。内容じゃなくて脳で満足するんじゃなく、脳で満足するような食事を考えてください。それが一番いいと思います。唐揚げが好きなら唐揚げでもいいと思います。でも量を考えてね、体重を測って減っていけるかどうか。まあ今日はこの玄米に関してなんですけども、もう満点食の玄米菜食でもやっぱしいいとこと悪いところもあるようです。玄米の中に含まれるフィチン酸っていうのがねあるんですね。それはどう言ったらいいかな、体の中のそういう、まあ、デトックスというか、だからもう外に出してくれる働きがあるんですけども、いらんもんだけ出してくれたら、例えばまあ脂肪であるとか老廃物であるとか、そういったもんだけ出してくれるんやったらいいんですけども、体にとって大切なカルシウムとか亜鉛とか、そういったものも出してしまうんですって。だから骨粗鬆症の方がカルシウムを取って改善しようとしてやるのに、玄米がいいと聞いてですね、玄米を食べてるとせっかく取っているカルシウムが一緒に出ちゃう。一概には言えないと思うんですけども、例えばカルシウム、玄米をよく食べている子供さんに虫歯が多いとかね、聞きますね。カルシウムは出てるんですね。じゃあどうしたらええねん。人間ってまあ冬の間って結構油を溜め込むんですよね、食べ物。それは何やねん言ったら、体を冷やさないように体を温めよう、冬、寒い冬に向けて温めようとするんで、油が溜まりやすい。それを冬の間溜めてます。それがぬくなってくると出すわけですね。その時は玄米いいと思う。だから逆に言うと、今ぐらいの季節ぐらいから、ぬくくなってきたなというぐらいの時から玄米取ると体の中のいろんなもの出してくれますので、時期的にはこの時期は悪くないかなと思います。
ただまあ玄米の食べることによってよく噛むっていうのはすごくいいんですけども、やはり胃の弱い方なんかはちょっとこうもたれたりして、逆にね消化不良になったりすることもありますので、玄米がいいと聞いたから玄米を絶対食べなあかんっていう部分もないと思います。はい、何食べたらええねん、やはりその玄米でもいいんですけども、ずっと食べん方がいいとも思いますし、やはり命のあるものですね。やはりあのインスタント食品とか冷凍食品、これはあんまし命は感じれないですね。やはりいただきますの語源は命いただきますですので、やはり命のあるような食べ物をおすすめします。はい、ダイエットだけじゃなく、やっぱり食べ物というのはもう命の根源ですのでね、まあ玄米だけが満点ではありませんよ、っていうお話でした。どうでしょうか。はい、じゃあまた何か、報告することがあったらまた YouTube しますので、また見てください。ありがとうございます。